見つかった遺体の身元は地元の中学校南第三中学校に通う佐々木英介15歳。被害者の遺体の頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていた。その異様な様子が18年前に起きた未解決の連続少女殺人事件、さらには都市伝説エミオと酷似していた。歩みの調査によると、佐々木英介はごく普通の家庭環境で、家族仲は良好、本人や家族に何らトラブルもなかったという。しかし事件が起きた日の午後8時ごろ、自宅の玄関付近で電話の受話器を持って立っている英介の姿が家族に目撃されていた。どうやら彼はその直後に一人で出かけたようだ。また18年前の事件の際、被害者が笑顔の紙袋をかぶっていた事実を警察が公開していなかったことが宇津木によって確認された。翌日、君は鎌田警部からさらなる情報を得るため再び警察署へ向かうことにした。その紙袋が古いものだったようだと小耳に挟んだのですが。うん、よく知っとるな。まだ鑑定結果は出ておらんが、どれくらい古いものなのかは時期にはっきりするじゃろう。今回の山はなかなかの難事件じゃよ、つくづく。今回の山はな、あの紙袋がどれくらい古いものなのかまだ分かってないみたいだけど、18年前に情報を伏せた理由を聞いておこう。18年前の事件では紙袋のことを伏せていたそうですね。公開しなかった理由をご存知だと聞いたのですが。ああ、わしは事件の捜査を担当しておったからの。そうだったんですね。当時紙袋の情報を公開しなかったのはあまりにも異様な手口だったからじゃ。下手に世間を刺激しすぎて捜査に支障が生じないように曖昧な表現にとどめたんじゃよ。世間を刺激しないためですか。捜査に支障が生じないよう曖昧な。今回の山はなかな。鎌田警部から話。君にも見せたじゃろ、紙袋をかぶった被害者の写真を。あんなもん見たら真似するやつは絶対に出てくるもんなんじゃ。とはいえ18年前の事件の犯人は結局見つかっていないんですよね。恥ずかしながらその通りじゃ。恥ずかしついでに君にもう少しだけ18年前の事件について話しておきたいことがある。お願いします。3件の連続殺人事件の発生を許してしまった当時のわしらは、もう一人の犠牲者も出してはならんと懸命に捜査を続けたんじゃが、実はここでさらなる展開が待っておった。ある一人の少年が行方不明になってしまったんじゃ。
久瀬誠、その少年の名前じゃ。久瀬。久瀬誠。久瀬ってまさか。そのまさかじゃ。久瀬君の6歳年上のお兄さんなんじゃよ。当時まだ14歳じゃった。彼もまた同一犯の犠牲になったのではと。わしら警察はそりゃもう落胆しての。幸いにもその後、紙袋をかぶせられた奇妙な姿の遺体が新たに見つかることはなかったが、それ以来久瀬誠は行方知れず。今現在も他の3件の事件と彼の失踪の関連性は分からずじまいなんじゃよ。一つだけ不思議なことがあっての、なぜか久瀬誠の失踪を境に連続少女殺人事件が鳴りを潜めたんじゃよ。もっともなぜ犯行が途絶えたのか分かってはおらん。ああ、行方不明といえば当時、事件の関係者だと見られていた男がおったんじゃが、最初の事件と同時期に行方が分からなくなっておった。最初の事件と同時期に。さよ、つまり連続少女殺人事件の周りで2件の失踪事件があったというわけじゃ。でも事件とは無関係だとは考えにくい。わしはそう思った。その行方不明の男について何か情報はありますか？行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠牲者は知り合いだったんじゃよ。よく二人で会っとったようじゃぞ。じゃが最初の犠牲者の遺体が発見されたのと同じ日に、その男のアパートの部屋におびただしい量の血痕が残されているのが発見されてな。それもあって男は最初の事件に巻き込まれて負傷したと考えられておった。同時にその男が犯人であるという線も消えてはおらん。じゃが男は未だ行方知れず、真相は闇の中じゃ。連続少女殺人事件との関係なんぞ何もわからんままなんじゃよ。行方とともに事件との関係も不明のままじゃ。今考えても謎が多い事件じゃ。18年前の事件、二人の人物が失踪していたのか。一人は部屋に多量の血痕を残したまま姿を消した連続事件の最初の被害者と親しかったらしい男。そしてもう一人はあの久瀬刑事の兄さん。その久瀬誠さんが18年前の事件のタイミングで行方不明になったということは、鎌田警部は幼い頃の久瀬刑事に会ったことがあるのかな。
久世君のことは彼女が幼い頃から知っとるんじゃが、わしのことを覚えてるかはわからん。しかしまあ立派に成長したもんでな、自他ともに厳しく冷静沈着で優秀な刑事じゃよ彼女は。ただただ久世君が少々無理をしとるようにわしには思えての、常に張り詰めて自分を追い込んどるように見えてならんのじゃよ。お兄さんの失踪が何か関係があるのかもしれんが、わしにはようわからん。ただの推測じゃ。鎌田警部から話。久世君は佐々木英介の事件の捜査で早速あちこち飛び回っているようじゃの。常に全力で仕事に取り組む頼もしい刑事じゃよ彼女は。佐々木英介の事件と18年前の事件の犯人は同一人物だと思いますか？そりゃあその可能性は否定できん。模倣犯による犯行という線も考慮すべきじゃろう。しかし当時紙袋に関する情報公開を差し控えたことを考えると模倣犯の可能性は低いじゃろうな。過去の事件は10代の少女ばかりじゃった。しかし今回の被害者は男の子じゃ。さらにもう一点、18年前の事件との相違点があるんじゃ。なんだかわかるか？殺害方法が違うんだよ。おお、今回の事件の情報をしっかり把握しとるようじゃの。大したもんじゃ。連続殺人事件は素手による犯行、一方の佐々木英介は紐状のもので首を絞められた。とはいえ殺害方法というものはその時の状況などで変わるのが普通じゃ。犯人の加齢等でも変化するもんじゃから、同一犯ではないという判断には結びつかんのじゃよ。なるほど、そうなんですね。18年前の事件とのつながりはあるのかの？今回の山にはいつも以上に気合が入っとるようじゃの。今考えても。すまんの、ほこりっぽくてついな。なんせ例の紙袋が使われた連続少女殺人事件は18年も前の事件じゃから、今必死になって保管庫の奥から資料を掘り起こしておるんじゃよ。そのせいで少々、いや、かなり部屋がほこりっぽくなっておるんじゃ。アレルギー体質なの思い出したわい。今考えても。ということは今のところ2つの事件の共通点は例の紙袋だけか。そして紙袋といえばエミオだの都市伝説。そういえば鎌田警部はエミオのことを知っているのかな？
ところで鎌田警部はエミオという都市伝説をご存知でしょうか。エミオ？なんじゃそりゃ。微笑みの笑みに男と書いてエミオなんですが、泣いている女の子の前に現れ永遠の笑顔をあげると言って声をかけた相手を殺してしまうんだそうです。殺された被害者はエミオと同じ紙袋をかぶせられたまま置き去りにされるとか。なんとそんな都市伝説があるんか。にも18年前の事件が元になったような噂じゃん。でも紙袋のことは報道規制していたんですよね。さよう。警察としてはそういった無責任な話が広がるのは勘弁じゃ。しかし第一発見者から噂が広がった可能性もある。笑顔が描かれた紙袋という共通点がある以上、どこかでつながっとるのかもしれんの。あるいはこの都市伝説を模した愉快犯の可能性も。こりゃいろいろ厄介な事件になりそうじゃわい。おっと、もうこんな時間か。そろそろ捜査に戻らんとな。そろそろ失礼しようかな。あ、そうだ、昨日はあまり遺体発見現場の確認もできなかったし、そっちに行ってみよう。何か聞きそびれたことはないよな。久世君の今回の山への意気込みはいつも以上なようじゃの。彼女の相棒はいつも以上に大変じゃろう。あ、そういえば昨日はわしの代わりに神原くんが対応したんじゃろ。あ、はい、そうです。そそっかしくてチャラチャラしているように見えるかもしれんが、ああ見えて神原くんはなかなか優秀な刑事なんじゃ。頭も切れるし勘も良い。ただし射撃の腕は最悪じゃが。まあ面白いやつじゃよ。お、引き止めてすまんかったの。あ、いえ、今日はありがとうございました。失礼いたします。そういえば君は今いくつなんじゃ。僕ですか？19ですけど。ということは連続少女殺人事件についてはよく知らんというわけか。はい、なので今情報を集めているところです。初めて触れるからこそ気づけることもあるはずじゃ。その新たな視点で調査に取り組んでほしい。君のような新しい存在が事件解決の鍵になると思っておるんじゃよ。わかりました。ご期待に添えるように頑張ります。うん、頼りにしとるぞ。はい。ところで今からはどこへ向かうのじゃ。あ、今から遺体発見現場に行ってみようと思うんですが、それはならん。嘘じゃよ。なんだ問題はない。君らは特別じゃ。ありがとうございます。まだ封鎖の跡が残っとるやもしれんが、奥まで入ってくれて構わん。ただし、久世君には内緒じゃぞ。
この奥に佐々木英介の遺体が発見されたポンプ場があるんだな。鎌田警部の許可ももらったし、よし、入ってみよう。ポンプ場だ。佐々木君の遺体はここで発見された。朝早くに通りかかった人が異様な姿で横たわる佐々木君を見て通報してきたそうだけど、相当驚いただろうな、きっとは。でも発見者はなぜここを通りかかったんだろう。佐々木君の遺体はこのフェンスの前に横たわっていたらしい。こんな寂しい場所で奇妙な紙袋をかぶせられた姿で。注意書きが貼られている。警察のものと水道局のものがあるのか。茂みに変わったところはないようだ。踏みつけられていたり倒れていたりするところも見当たらない。この中ってどうなってるんだろう。妙に興味がそそられてしまう。よし、裏に回ってみよう。裏からポンプ場を見ても何もわからなかったけど、この施設は反対側からも出入りできるんだな。裏道に抜けられるようになっていたぞ。ん？ここで行き止まりじゃないんだな。だったら通報者は近道しようとしてここを通りかかったのかな。他には特に気になるところはないな。それにしても不気味な場所だ。物陰からエミオがこちらの様子を見ている。そんな気がする。一体何者がここで佐々木英介君を。ここにはもう手がかりになりそうなものはないみたいだ。バスに乗って駅まで戻ろう。次にバスが来るのは、え？ 1 時間後？参ったな。駅まで歩いた方が早いかもしれないな。よう、探偵くん。お仕事ご苦労様です。上原刑事、お疲れ様です。ど、なんか新たに気づいたこととかある？探偵的な視点でないとわからない情報とかあったら、ぜひご提供を。いえ、それが特にこれと言ってなく。そっか、また何かあったら教えてよ。刑事なのに。僕は今から署に戻るところなんだけど。捜査の方は順調なんですか？
なかなか進まなくってさ、探偵くんが気にしてくれてるのにね。ああ、もちろん何か分かったら探偵くんには何だって教えちゃう。ん？何か新しく気づいたこととかないですか？髪切った？切ってませんけど。あれ？違ったか。人が何か気づいたことあるって聞いてくるときは髪を切ったときかなって思ってさ。上原刑事の車だ。警察車両かな。捜査の帰りなのかな。気づいたことっていうか、僕は探偵くんに気づいてほしいことが。上原刑事は髪を切ったってことなわけないか。昨日と変わらないし。なになに？なんだか様子がおかしいような。様子がおかしいのはいつもだったりして。ところで今はバス待ち？ああ、この路線本数少ないんだよね。はい、時刻表見てびっくりしました。これは駅まで歩いた方が早いかなと考えてたところで。よせよせ、結構な距離あるし歩道もないから危ないし。そうですよね。できれば乗せてやりたいんだけどね。なるほど。神、そろそろ行くよ。ごめん、呼ばれちゃった。バス、なかなか来ないよね。すごく申し訳なさそうな目で僕を見ている。僕に声をかけたのに結局困っているようだ。上原刑事、困ってるようだし、これ以上引き止めるのも申し訳ないな。僕、バスを待つことにします。お気遣いありがとうございました。わかった。じゃあ気をつけて、またな。
1時間に1本の上、最終バスの時間も早いんだな。ここで座って待とうかな。結局バスが来るのを待つほかないか。どうやって時間を潰そう。バスを待っているのは僕一人だけだ。辺りには人影すらない。ここで座って待つ。リーが残りわずかだ。そういえば昨夜充電しなかったな。いざという時のために温存しよう。あゆみちゃんに相談しようと思ったのに。上原刑事、戻った来てくださいよ。なんちゃって。乗せてくれたっていいじゃないですか。なんで本人の前じゃ絶対言えない。呼ぶ？そうだ、タクシーを呼べばいいんだ。104で番号を調べればいいんじゃないか。文明の利器、携帯電話を僕は持っている。冴えてるな、僕ったら。いや、便利だな、携帯電話って。先生、ありがとうございます。いざという時のために温存しよう。上原刑事は言っちゃったし。そういえば上原刑事について鎌田警部からいろいろ話を聞いたっけ。そそっかしくてチャラチャラしているように見えるかもしれんが、ああ見えて上原君はなかなか優秀な刑事なんじゃ。頭も切れるし勘も良い。ただし射撃の腕は最悪じゃが。上原刑事ってなんというか独特だな。なんて考えてみたけど、ほとんど時間は経ってないや。どうしようかな。どうしようか。いざという時のために温存しよう。時間に流しのタクシーなんてめったに通らないだろうな。こんな時間に。ここで座って待とうかな。
いざという時のために困ったな。携帯電話も使えないし、バスを待つしかないのか。でも僕はこんなことじゃくじけない。タクシーを呼ぶ方法はまだあるはずだ。僕ならできる、きっと。僕ならできる、きっと。僕ならできる、きっと。よし、タクシーを呼ぼう。僕の不思議な力を使って。まず目を閉じる。そしてひたすら念じる。タクシーよ、来い。今までも何度か成功している。例えば、明日晴れろとか。と、早速近づいてくる車の音がかすかに聞こえ出したぞ。来てます、来てます。探偵パワーです。ここで一層強く念じる。入れよ、僕のタクシー。え、本当に来ちゃった。どうぞ乗ってください。駅まででよろしいですか。は、まあとにかく乗ってください。ああ、はい。僕を乗せて大丈夫だったんですか。予約者でしたよね。ん？あなたを迎えに来たんですよ。え、僕をですか。僕を迎えに来た。国道沿いのバス停に少年が待ってるからお迎えに上がるよう会社から連絡があったんですよ。あなたが呼んだんじゃないんですね。じゃあ誰かが手配してくれたんですね。じゃあ誰かが手、しかして刑事が。神原刑事、ありがとうございます。おかげで本当に助かりました。ところでお客さん。はい、何でしょうか。お客さんを拾ったあの辺りで死体が発見されたって話知ってます。え、あ、ええ、そうみたいですね。詳しくは知らないんですが、一昨日の夜、子供が殺されたとか。よくご存知ですね。仲間内じゃかなり話題になってますからね。なんでも中学生の男の子だとか。かわいそうにね。そうですね。あんな何にもないところで一体何があったんでしょうね。人が寄りつかないような場所だからこそ犯罪って起きるんでしょうかね。嫌な事件ですね。で、お客さんはあんなところで何を。もしや捜査関係者だとか。ね、あ、いや、僕はその、なんていうか。なわけないですよね。高校生くらいでしょ、お客さんは。私、あの辺りは仕事でよく通るんですけど、あそこで人を乗せたことってないんですよ。
だからあんなところで何してたのかなって。ちょっと用事が。あんまり詮索しちゃダメですね。すみません。あの道をよく通る。運転手さんはあの辺りをよく通るんですか？ええ、実は一昨日の夜も通ったんですよ。確か10時頃だったかな。現場横の国道を車で通りかかった人が何かを見かけたという可能性はなきにしもあらずかな。この運転手さん、何かを目にしているかもしれない。一昨日の夜、あの辺りを通った時、何か見かけませんでしたか？何かですか？ええ、どんなことでもいいんです。何かあったっけな。そうですね、何かあったっけな。あ、そうだ、私見かけました。何を見かけたんですか？見たんですよ、あの辺りにオートバイが1台止まってたの。オートバイ？間違いありません。一昨日の夜10時頃、あそこにオートバイが止まっていました。かなり大型のバイクでしたよ。まあでも、きっとあれですよ。あれとは？おしっこ。タチションです。夜遅い時間に道端にバイクが止めてあったら、まずそれで間違いないですからね。運転手さん、自信満々だな。タチションのために止めたという以外には考えられんでしょう。オートバイが止まってたんですよ。オートバイがタチションのために、とりあえず子供の姿は見てませんね。夜10時、現場近くに止まっていたオートバイか。ちょっと気になるな。でもオートバイじゃ、佐々木くんを別の場所で殺害し現場まで運ぶのなんて無理だろうし、そもそも現場には佐々木くんの自転車があったんだから、佐々木くんは自分から現場まで来たはずだ。やはり佐々木くんはポンプ場で殺害されたと考えるのが自然なんだろう。でもオートバイの持ち主はなぜあそこに止めようとしたんだろう。あの辺りは夜は真っ暗になるそうだし。
通りかかったライダーは、あんな奥まったところで横たわる佐々木くんに気づくとは思えない。それに第一発見者は早朝にあそこを通りかかった人だ。結局運転手さんの言う通りなのかもしれない。さっきから気になってるんですが、お客さんはなんでまた刑事さんの聞き込みみたいなことをしてるんですか？高校生なのに？実は僕、探偵クラブっていうサークルをやってて、街で起きた不思議な出来事をみんなで調べてるみたいな。探偵だっていうことを言いそびれて思わず変なこと言っちゃったよ。へえ、そりゃ楽しそうでいいですね。それはもう、おとといの夜のことで他にご存知のことってもうないですよね？そうですね、すみません。その代わりってわけじゃないんですが、私のこと話してもいいですか？ん？はい、どうぞ。今日会社から連絡があって、あそこで少年が待ってるって聞いて、実は私ちょっとギョッとしたんですよ。タクシーって乗せちゃうことが意外とあるんですよね。乗せちゃう？何をですか？この世のものじゃないものをですよ。あの場所って男の子が殺された場所でしょ？だからあなたを迎えに行くのが夜だったとしたら、理由をつけて行かなかったかもしれませんわ。プロ失格ですね。あなたが好きそうな話かと思ったんですよ。つまんない話で申し訳ありませんでした。さあ、そろそろ駅ですよ。あ、はい。よう、今から後ろに行くんだけど来る？新作のどんなもんケースとかあったんだって。行こうぜ、ドナクエやろうぜ。中学生の男の子って元気ね。ここが佐々木くんが通っていた南第三中学校ね。生徒たちに話を聞いてみましょう。ん？僕も行くって言ったじゃん。なんで置いてっちゃう？南第三中に何かご用ですか？ええ、こんにちは。いいの？お友達行っちゃったわよ。大丈夫です。困っている人には声をかけた方がいいんです。で、先生とかお母さんがいます。そうなの？ありがとうね。てるわけじゃないんだけどな。
じゃあちょっとお話聞かせてもらおうかな。本当にいいのかしら。はい、何でも聞いてください。女の人には親切にした方がいいんですってお父さんがいつも言ってます。それに僕は1年生だけど物知りなんです。本当に頼もしいのね。本当に本当だよ。佐々木英介くんのことって知ってるかな。あ、昨日の朝礼で聞きました。びっくりしました。死んじゃったんですよね。3年生の人だって言ってました。それで、それだけです。ごめんなさい。とんでもないわ。話してくれてありがとうね。お姉さんはすごく可愛いです。そんなことないわよ、普通よ。僕は可愛いと思います。あ、可愛い人には気をつけろっていうのがお父さんの座右の銘だそうです。佐々木英介さんは3年生で死んじゃったということしか僕は知りません。佐々木英介さんは3年生で座右の銘ってなんだろう。さっきのかけてった子たちもだけど、ショッキングなことが起きたのに生徒は随分普通な感じなのね。学校全体の雰囲気ってどうなのかしら。あの、話しにくかったら申し訳ないんだけど。いえ、そんなことはないでご。噛んじゃった。大丈夫？それで、聞きたいことって何ですか？佐々木英介くんのことを受けて、学校の様子で何か変わったところや気になったことはある？暗い時間に一人で外出するのは避けること、夜はポンプ場に近づかないこと。校長先生からはそう聞いたので、みんな今日は帰るのが早いなと思ってます。あとはポンプ場近くに泊まるバスを通学に使ってる人も友達に何人かいたんですけど、自転車通学に変えるんだって言ってました。そうなのね。今日帰る時も気をつけてね。あ、はい、そうします。それから、僕、1年生だから学校のことをあんまり知りません。ごめんなさい。この子、なんだか急に元気なくなっちゃったみたい。はい。
しちゃったの？僕物知りだって言ったけど、佐々木さんのことも学校のことも全然知らないや。女の人にでも男の人にでも嘘は絶対ついちゃいけないっていつもお父さんは言うんだ。お姉さんごめんなさい。そんなことないよ。いっぱい話してくれてありがとうね。それから佐々木さんのこと何かわかるかなって一生懸命考えてたら、中学生でも死んじゃうんだなって思ってものすごく怖くなってきちゃった。僕も急に死んじゃったりするのかな。怖いよ。私こそごめんなさい。嫌な気持ちにさせちゃったのね。違う、お姉さんは悪くない。なんだよ、お前早く来いよ。ちゃんとついてこいよ。お前牛音知らねえだろ。ドナクエやろうぜ。うん。ん？お姉さん誰？可愛かったな。すごく可愛いよな。沙織ちゃんに似てたよな。ん？でも沙織ちゃんの方が可愛いよ。あー、お前沙織ちゃんのことが好きなんだ。こいつエッチだ。違う。おいこら待て、グーで殴るぞ。中学生ってよくわかんない。他に話を聞けそうな子は、あ、女の子たちがこっちに来る。1年生ではなさそうね。あの子たちに声をかけてみましょう。こんにちは。今ちょっと話せるかな。私、宇津木探偵事務所で助手をしている立花と言います。え、探偵？あ、もしかして佐々木くんのこと？そう、今佐々木英介くんの事件を調べているの。よければ話を聞かせてくれない？聞き込みってやつですか？知ってること何でも話します。大丈夫かな。私とここにいる友人は佐々木くんとクラスメートでした。じゃあ3年生なんだ。有力な情報が聞けるかも。昨日の朝礼で亡くなったって聞いて本当びっくりしちゃったんです。佐々木くんがどんな子か聞いても大丈夫？はい。明るい性格で男子からも女子からも人気のあるタイプで、成績も良くて優しくて。どうしてこんなことに。こと聞いてごめんね。いえ、大丈夫です。私、学級委員なので。3年生の間じゃ
やっぱりすごく話題になってて、みんなかなりショックを受けています。でも下級生は割と普通な感じです。まあ生徒によって違いはありますけどね。え、出して。難しいよね今は。それはそうと、私お姉さんがただものじゃないって最初から気づいてましたよ。っていうか探偵ってかっこいいですね。かな。ねえ、かっこいいよね。あ、そうだね。佐々木くんって明るくて勉強もできて優しい男の子だったのね。はい、その通りです。みんなの人気者でした。そんな佐々木くんの最近の様子に何か変わったようなところはなかった？特になかったです。普段通りだったと思いますね。はい、いつも通りでした。いつもの佐々木くんって感じでした。佐々木くんと特に仲が良かった人に心当たりある？そうですね、みんなと仲良しというか分け隔てなく接するタイプでしたし、誰かな。彼女たちから話を。誰だろう。ごく普通の中学校だと思います。あ、そういえば。なになに、何か思い出した？隣のクラスの森本めぐみさん。ああ、佐々木くんの幼馴染の。確かに仲良かったもんね。お姉さん、もしかすると森本さんなら何か知っているかもしれません。森本さんってどんな子なのかな。同じ学級委員ではあるのですが、クラスが違うのであんまり知らないです。いい子って感じはしますね。え、うん。知りませんが、いい子って感じです。森本さんは何か知ってそうです。ここにはいませんね。ごく普通の中学校だと。森本さんは、森本さんとは幼なじみです。考えてみればさっきから左の子ばかり話してるわね。ちょっと緊張してるのかな。ずいぶん張り切ってるみたい。あまり知りませんが、右の子ずいぶんおとなしいんだな。
正反対な性格だけど、二人が仲良しなのはわかるわ。あなたも他に何か知ってることがあったら聞かせてもらえないかしら。他にもですか？探偵のお姉さんのお手伝いだよ。頑張ろう。ていうか、森本さんに直接話聞けばいいんじゃない？いやー、私冴えちゃってるな。こうなったら、森本さんに直接話を聞きましょう。森本さん、いるかしら？は学級委員の出番ですね。私、森本さんを呼んできます。お姉さん、任せてください。ちょっと。元気な子だね。はい、元気すぎてたまにハラハラしちゃいますが、一緒にいると楽しいことがたくさんあるので。もう少しいろいろ聞いても大丈夫？はい。佐々木くんはさっきあの子が言ってた通りの男子です。本当に誰とでも話す子で、ムードメーカーのような存在でした。佐々木くんの席にもう佐々木くんが座ることはないんだって思うと、やっぱり寂しいです。先生たちも大きなショックを受けていたようです。森本さんのことはそこまで詳しく知らないんです。そんなに大げさな話じゃないでしょ。いやいやいや、知ってるのと知らないのとじゃ天と地の差があるよ。森本さん可愛いからな。いや、
ほどではないですよ。ところで何の話してたの？佐々木くんのお友達に関する例の噂の噂。あ、あ、ちょっと声大きい。確かにあの噂話は超重要な情報だね。さすが、やるじゃん。ん？そんなに大げさな話じゃないでしょう。いやいやいや、知ってるのと知らないのとじゃ天と地の差があるよ。いやねえ、お友達のね。はいはい、そうでしたそうでした。超重要な情報って何なの？お姉さんは探偵だから、聞く前から推理なんかしちゃって何のことか分かってるんじゃないですか。推理できるほど情報がないから分かんないかな。ですよね。実は佐々木くんと一番仲の良かったケンジくんという男の子が、佐々木くんと森本さんを取り合っているらしいという噂がありました。私は山本くんじゃなくて滝口くんが取り合ってたって。滝口くん？やば、もしかしてまた間違えた？うん。あちゃー、いつも滝口くんのことをケンジくんって言っちゃうな。あの二人なぜか似てるからさ。お姉さんすみません、滝口くんが正しいです。そうなのね、どうもありがとう。あ、いけない、そろそろ塾の時間。やば、そうだった。探偵のお姉さん、佐々木くんのためにも調査頑張ってください。うん、忙しいところ協力してくれてどうもありがとう。お役に立てたなら嬉しいです。頑張ってください。おい、お前たち気をつけて帰るんだぞ。ポンプ場には近づいちゃダメだぞ、校長先生がおっしゃってただろ。しかしポンプ場は我々の生活に必要なものだ。ポンプ場への感謝の気持ちを忘れるな。うわ、出た、バサッチだ。バサッチ、バイバイ。バサッチ？元気が良くて何よりだ。それなら怖いものなしだな。そうだろう。はい、福山先生、さよなら。ちゃんと挨拶ができるのは偉いぞ。また明日な。福山、それにこの声。立花、もしかして福山先輩ですか？なぎなた部の。そうとも、同じ中学校の。覚えてくれてたのか、嬉しいな。やっぱり立花か、立花だよな。いやー、これは参ったな。ん？久しぶりだな、懐かしいよな、なあ立花。福山先輩、変わってないな。距離を詰めて話すところも。
ところで橘はこんなところで何をしてるんだ？はい、実は私探偵の助手をしているんです。何？橘が探偵？すごいじゃないか。ついに薙刀が実戦で役に立つんだな。先輩こそどうしてここに？実は俺教師になったんだ。ここに赴任してきたばかりなんだよ。そうだったんですね。佐々木のことで来たんだよな。協力させてもらうよ橘。佐々木英介君のことは本当にお気の毒です。痛ましいことだ。中学生の命が理不尽に奪われるなんて悲しすぎる。俺は犯人が憎い。佐々木を返せってそいつに言ってやりたいよ。我が南第三中学校の誰しもが同じ気持ちだと思うよ。さっきの生徒たちも協力してくれたんじゃないか？はい、いろんな話を聞かせてもらいました。そうか、深い悲しみに耐えながらやっとの思いで話していたことだろう。そこまでじゃなかったかも。佐々木くんはみんなの人気者だったってそう話してくれました。そうか。佐々木くんのお友達のことも聞きました。そうなんだ。森本めぐみさんのこととか。ん？ん？あと滝口くんという生徒の名前も出ました。なるほど。他の生徒たちのことも先輩にお聞きしてもいいですよね？それはもちろんだ。何でも聞いてくれ。ありがとうございます、福山先輩。すまない橘。あ、何でも聞いてくれと言ったはいいが、事件についてはあまり詳しく聞かされていないんだ。だから今橘に話してやれる情報は持ち合わせていないんだ。それに俺は佐々木の担任じゃない。だから彼のことをよくは知らないんだよ。佐々木が他のクラスだとしても彼がかけがえのない生徒の一人であることに変わりはない。事件解決のために俺にできることがあるなら教えてくれ橘。森本めぐみという生徒はご存知ですか？森本めぐみだな。ええ、佐々木英介君と仲が良かったとさっき聞いたんですけど。そうだったのか。それは知らなかった。滝口くんという生徒のことはご存知ですか？滝口？ああ、滝口康平か。彼も俺のクラスの生徒だ。その子も佐々木くんと仲が良かったと聞きました。そうだったのか。滝口はおとなしくて真面目な生徒だよ。彼もひどく心を痛めていることだ。心のケアが必要だな。佐々木のことでは教師としての自分の無力さを痛感させられたよ。森本は俺のクラスの生徒だ。
学級委員をやってもらっている。独特な髪型するのね先輩。そういえば彼女昨日から欠席しているよ。佐々木の事件がよほど答えたに違いない。そう、佐々木の事件がよほど答えたに違いない。生徒たちの学び屋だ。ここで彼女たちはさまざまなことを学ぶ。勉強をはじめ人として必要なことを学ぶんだ。学校ではそして我々教師たちもまた生徒たちからさまざまなことを学ぶ。俺はいつも生徒たちから大切なことは何か気づかされているよ。つまり学校とは人が成長するためにある。そう思って日々を過ごしているんだ。橘。はい。俺は生徒を守ることもできない無力な男だ。だが佐々木のような痛ましい出来事から大切な生徒を守るためならこの命すら惜しまないよ。福山先輩ってOB の頃から面倒見が良かったから教師の職は向いてるのかもしれないわね。無念だ。福山先生か、教育熱心な教師って感じね。でも森本めぐみさんのことを聞いた時の反応がちょっと気になったのよね。え、ああ森本めぐみはだな。おっと、すまない橘、臨時の職員会議があるんだ。そろそろ戻らなきゃ。ありがとうございました、福山先輩。いやいや、当然のことだよ。と言っても、あまり協力はできていないが。とんでもないです。貴重なお話を聞かせていただきました。ただ、警察の捜査は始まったばかりです。私はそのお手伝いをするためにここへ来たんですよ。先輩にいろいろと協力していただければ事件の早期解決につながると考えています。お願いできそうでしょうか。そうだな、その通りだ立花、喜んで協力させてもらうよ。ありがとうございます先輩。じゃあな立花。生徒たちと話して思ったけど、中学生独特ね。私もあんなだったのかしら。福山先輩も大変だろうな。でも先輩なら大丈夫かな。そろそろ事務所に戻らなくちゃ。あれ、もう帰ってるかな。橘、連絡先を教えてくれよ。俺校内でいろんな人に話を聞いてみるつもりなんだ。先輩、職員会議は？何か情報があったら橘に知らせようと思う。迷惑かな。本当ですか？ありがとうございます。これ私の携帯電話の番号です。こちらこそだ橘、俺の番号はこれだ。俺は犯人を決して許さない。だから橘、君に協力させてほしいんだ。はい。じゃあ近いうちにまた会おう。必ずだぞ橘。
はい、よろしくお願いします。気をつけて帰るんだぞ。ただいま戻りました。お帰りなさい。私も今帰ったところよ。二人ともお疲れ。どうだ調査結果は。18年前の事件で紙袋の情報が伏せられたのは世間を刺激しないためだったんですね。異様な手口による捜査への支障を避けるための判断ってことだね。最初の被害者と接触があった男性が自室に多量の血痕を残して失踪したということも教えてもらいました。加害者とも考えられるが何らかのトラブルに巻き込まれた可能性も高いね。それと佐々木くんの事件当日に遺体発見現場の近くで停車中のオートバイが目撃されていたようです。今日僕が乗ったタクシーの運転手からの情報です。オートバイか。そういえば先生は久世誠さんの失踪のことを知っているんだろうか。あ、ところで先生、18年前の連続事件の最中に少年が行方不明になったことはご存知ですよね。久世誠、あの久世刑事のお兄さんだね。はい、そうです。やっぱりご存知だったんですね。実は誠さんが失踪した時警察に協力してたんだよ。当時連続少女殺人事件にかかりきりだった鎌さんからの依頼でね。彼の失踪も何か関連があるのではと考えたそうだ。なるほど。彼は夜になっても帰ってこない妹の純子さんを探しに行ったきりいなくなってしまったんだよ。え、じゃ久世刑事は。純子さんは一人で帰ってきたんだ。その時の彼女がひどく怯えているように僕には見えたんだ。怯えていた。気になった僕は日を改めて純子さんを訪ねてみたんだ。しかし彼女は一切口を開かなかったんだ。それ以降訪ねて行っても会うことすら拒まれてしまってね。そして昨日18年ぶりに純子さんに会った。そういうことさ。僕からは以上だ。あゆみちゃんの調査結果を聞こうか。あゆみちゃん、お願い。私は佐々木くんが通っていた南第三中学校に行ってみました。そこで聞き込みをした結果、佐々木くんは明るくクラスの人気者で成績も良かったということが分かりました。最近も特に変わった様子もなく、突然のことに生徒たちは驚いていました。その佐々木くんは森本めぐみさん、滝口康平くんという生徒と特に仲が良かったみたいです。その二人の生徒の担任の先生から話を聞くことができました。福山という先生なんですが、実は
私の中学時代のなぎなた部の先輩だったんです。おお、そうなのか。佐々木くんの担任ではないんですけど、できるだけ調査に協力したいと言ってもらいました。それはラッキーだよね、あゆみちゃん。うん、私も驚いちゃった。じゃあ今日分かったことをもとに二人の推理を聞かせてくれないか。今回の調査でも君たちの活躍が大きな助けになりそうだ。18年前の連続少女殺人事件に関連して、久瀬刑事のお兄さん久瀬誠さんに関する話を聞くことができた。彼は連続少女殺人事件と関係があるか不明だ。あなたの言う通りね。何も分かっていないというほかないな。ただ誠さんの失踪を機に連続殺人事件が鳴りを潜めたというのは気になるね。今回の事件と18年前の連続少女殺人事件のつながりだけど、これらを踏まえて現時点で言えることは、この2つの事件のつながりは不明ということだ。ああ、君の言う通りだ。証拠が出ていない以上、現時点ではつながりがあるとは言えない。ただ、違った視点からの推理として、一つ考えられることがある。それはもしや。ああ、その通りだ。あくまでも一つの仮説にとどめるべきだとは思うがね。さすがだな。すべて的確な推理だよ。推理してる時のあなた、かっこよかったわよ。私も負けてられないわね。さて、今後の調査についてだが、君には久瀬兄弟のことを調べてもらいたい。久瀬誠さんの失踪が何らかの形で今回の事件に結びつくんじゃないかという気がしているんだ。わかりました。あゆみちゃんは引き続き南第三中学校の関係者を洗ってみてくれ。先生はどうするんですか。僕はエミオという都市伝説のことを調べてみようと思っている。確かめたいことがあってね。しばらく帰って来られないかもしれないな。先生はやっぱりマイペースだ。いや、それにしてもあゆみちゃん、先輩が南第三中学校の先生だなんて本当についてるね。福山先輩、卒業後もよく部活を見に来てくれたのよ。へえ、後輩思いのいい先輩だね。先輩の高校のなぎなた部、男子は入部できなかったんだって。え、男子？あ、そうそう。何かわかったら教えてもらえるように携帯の番号を交換しておいたわよ。そりゃ、ありがたい話だね。うん、そうなの。ん？あなたどうかしたの？何か心配事でも思い出したの？いや、別に。
そう、ならいいけど。